テメレーヤはイギリス海軍の軍艦で98門搭載の二等戦列艦トラファルガー海戦に参加した。世界的にはターナーの海外に描かれたことで著名。同盟の軍艦としてはイギリス海軍では二代目である。戦列艦テメレーヤは1798年9月11日に浸水した。艦名は1759年のラゴスの海戦で捕獲された。 フランスの74門艦テメレール・テマレルの名を継承したものである。英語のテマレリアスでなく、フランス語由来の艦名なのは、仏ンを心臓艦に引き継ぐイギリス海軍の艦修による。テメレーアは、トラファルガーの海戦で、ネルソン提督の機関ビクトリーの戦列の二番艦で、あり、ヘライア・ブハーベー艦長のもと、ネルソンとその機関を助けて奮戦し、大きな被害を受けた。 海戦においてテメレアは、ビクトリーと交戦していた、フランス74門艦ルドゥタブルを降伏させ、また74門艦不遇を捕獲した。テメレアは1812年から1815年まで、監獄船として、また1836年まで、新兵収容艦として使用された後、解体のため1838年に売却された。廃材は、 教会の建設などに利用された。テメレーヤはターナーによる絵画によって有名になった。1838年に描かれた形質の解体されるために最後の停泊地に惹かれてゆく戦艦テメレール号は世界的な名画であり、2005年に行われたイギリス国内の一般投票により最も偉大なイギリス絵画に選ばれた。この絵のタイトルは日本語では 戦艦テメレール号となっているが、言語では、ファイティングテメレアであり、トラファルガーでの奮闘を称える愛称となっている。ありがとうございます。